はい、今回の、修理のパソコンは NEC のノートパソコンです。まあ結構綺麗でして、これも Core i7、まあ、Windows 7でちょっと前なんですけど、まあ10にすれば普通に使えますし、別にテレビとかがあるわけじゃないので、あの特殊なドライバーが必要ってわけでもないですから、通常使用分には直せば全然問題ないパソコンなので、早速修理し、まず調べていきましょう。反応ナッシングですね。ランプつかないですね。だから。マザーボードの故障ですね。早速開けていきましょう。焼けてるところがありますね。しかしこれだけで治るのかな。が壊れてフューズが切れただけかな。とりあえずこれ一回外してみましょう。収まりましたね。はい、取り外したコンデンサーですね。一回ちょっとドナーのコンデンサーつけて、またテストチェックをしてみたいと思います。OK。テストしてみましょうかね。すっかり忘れてました。このあれ、どこ行った、フューズ交換してなかったですね。これ10こっちには来るんですけど、こっちにないので
まあ、もう疲れたのでバラすの大変だったんで、明日にします。はい、昨日の続きで残りのヒューズ今度交換して、様子を見ます。では早速、はい、じゃあ交換終わりましたので、またちょっとテストしていきたいと思います。ダメか。ついた。どんなやってみたらいいかな。あ、いきますね。だからこっち自体は動いてるってことです。なので修理 OK で、ヒューズはいいんですけど、あのコンデンサーはヒューズは同じジャンクから生きてるやつを取ったので、コンデンサーはコンデンサーも同じジャンクから取ったんですけど、一応新品に変えときます。OK、 バッチリ、OI7 メモリ8ギガいいんじゃない。あれ、
です、今回の修理も無事、今回の修理無事終わりました。直りました。じゃあまた次の修理もしくはジャンク PC でお会いしましょう。